こんばんは、ティモンさんです。川村物語パート13かな、わかんない、やっていきましょう。なかなかですね、最近は何ですか、配信をやったりですとかね、まあそういったことで、まあ、毎日どうにかこうにか楽しく過ごしますけども、目の方はですね、今日病院に行きまして、で、まあなんとなく良くなっていると、まあ思ったより良くなっているということ言われましたんで、まあもしかするとそろそろ良くなるのかなっていう感じですけど、まあ相変わらずそんなに空いてないですし、やっぱりちょっともやかかってますし、まあ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 大変です。ずっとだよ本当に、これどうしたもんかね本当にね。で、実はね、あのそのこのね、まあ言っちゃうと何かっていうと、なんかまあアデノウイルスっていうウイルスがね、目の中に入って悪さしてるっていうことなんですけども、あの僕が好きな、最近好きな女の子も実は6月頃にかかったらしく、ちょっとその話で今盛り上がっております。目めっちゃ痛くないっていう話で盛り上がってます。いや嬉しいですね、なんかね、こうやってなんか自分のそのなんか病気のことをやっぱりちゃんとそのなんかあれ痛いよねってやっぱ理解してくれる人がいいですね。やっぱ理解されないですから、基本的に目が痛いだなんて目が痛いだなんてことはさ、さあさよならもないしさ、うん、まあね、一応ね同居人いまして、でそのなんて言うんだろう、まあ一応同居してるもんですから、そのなんかなんて言うんだろうな、まあ気使うわけさ、これ映るからさ、うん、でまあ映るもんだから結構気使って生活してるんですけど、今日病院行ったらね、やっとこさなんかそのあれらしいです、あのなんだ、あの俺の眼球を触った手で自分の眼球を触らなかったら大丈夫ぐらいのラインまで行ったんで、ようやくこれでちゃんとした生活が送れそうでね。いやー本当にもう大変ですよ。なんかね、昨日ね、一応まあもうなんか目やにっていうのがその、まあ、出るか出ないかっていうのが大きなラインらしいんですけど、お、わかった、目やにがねもう結構最近出ないんで、ちょっとね久々にね昨日ねちょっと飲みに行ってみたんですよ。でビールを2杯飲みましてね、生中を2杯飲みまして、ぶっ潰れました。やばいよもう本当に潰れちゃったんだもん本当に。めちゃくちゃ酒に弱くなってる、やっぱり一盗塁してる、変盗塁なんかできるんだこいつ、盗塁できんだな。いや本当にねぶっ潰れ、本当に笑っちゃって、もう1時間ぐらい寝ちゃってさ、もうこんな弱かったっけって言われて、いやこんな弱くなかったんだけどなみたいな話もして、笑っちゃったな本当に、こんな弱いんだって思ってさ、やっぱり、ね、人間2週間酒飲まないとね本当に弱くなりますよ本当に。酒を抜くことが健康だと思ってるでしょう、違いますよ、酒を飲み続けることが健康なんですよ。健康じゃない人間は酒なんか飲めないんですから、健康だと実感するために酒を飲み続けてるわけですから、こっちは何を酒を飲むことが体に害だというね、そんな形のことを。おっとここはヒットを打たねば、そろそろね目のことはもうあれだけど、ちょっと一昨日より霞はねだいぶなかったんですよ。まあつってもまだぼやけてるんですけど、でちょっと怖いこと聞いてさ、眼科行って、あの今ね俺の目の中に、まあ、菌が、まあ、巣を作ってる状態というかネストを作ってる状態っていう話はしたと思うんですけど、うわこれはちょっと多分通る間にはっていう状態なんですけど、その状態の時にねちょっとごめんね打つから、ちょっと待ってね、オッケー、オッケーオッケー。で、なんかもう、その巣を作ってる状態らしいんですけどもね、どうも。で、その巣を取ると、定期的に取った方がいいみたいに言われて、この間取ったんですよ。でも、話してますけど、もう2ミリぐらいの、バカでけえ巣に、なんかもう、なんて言うんだろう、膜みたいに取れて、で、血も出てきて、で、うわ、すげえなって話をしたとは思うんですけど、これを今日見せに行ってね、でもう巣作ってるの自分でも分かるから、なんとなくまあここがこれが巣だろうなみたいなの分かるから、でもこれ自分でさ、やることはちょっと怖いわけですよ、目だし、うん、目だしさ、そのなんだろう、なんか分かんないけど、なんか雑菌とか入ってしまった場合はもう
さあまた、お、来た、ここは156キロ、ストレート狙うか。あー、今のをレフト方向に持っていけるんだ俺は。みんな信じてくれ、今の俺はレフト方向に持っていってホームランできるんだ本当なら。あー、やばい、くそー、最悪。いや、これがね、もう振っちゃうぐらいもう劣化してるよ俺は今。いやー、だいぶ劣化してる、かわいそうなぐらい劣化してる。ちょっと一回あれだな、これ復帰枠やんなかな、一回復帰枠やろう。ちょっと一回バッティング復帰枠、あまりにもできなすぎる。いや、そうそうそう、でね、その巣を作っちゃってるっていう話でさ、でそれを取りに行くと狙って、俺も目見てさ、で巣作っちゃってるなんて取り行ってもらおうと思って、あれちょっと気持ちがスッキリすんのよ。で取り行ってもらおうと思って今日行ったんですよ。そしたら、そうですね、これは取らないでおきましょうって言われて、えと思って、え、なんでですかって言ったら、なんかね、知らなかったんだけど、なんかね、その巣を作ってるから取るじゃない、でやっぱどうしても血が出るんですよ。で血が出ちゃうから、その取った時に出た血が固まっちゃって、でそれでもし治ってもゴロつきになる可能性があると、目のゴロつきとか霞がまた消えない可能性があるとっていうことがね、あるらしくて、だからそのむやみやたらに取るのは良くないらしいんですね。だから今その目の中に巣があるなって思いながら俺過ごしてんだけどさ、しんどいぜなんか気持ちがめいる、本当に気持ちがめいりまくり。いや本当にね、困ったもんで本当に。はいはいはい、さあオールスター選ばれちゃった、へへへ、オールスター選ばれちゃったよ。4打数1安打、打率3割残しちゃってるな、そんなつもりじゃなかったのにな。おいおい、3割6人、なんか普通にいつか首位打者取るんじゃないかっていうぐらいの、お、ホームラン打ってる、おお、すごいすごい、殺到でホームラン打ってる、すげえぜ。これもしかするとあれだな、この感じでいくと多分あれだよね、その迷宮界入ったとしても立浪以上にホームラン打ってるよね多分ね。立浪が確か100何本だ、170本ぐらいだっけ立浪って。なんか多分迷宮界に入った人間の中 で違う、ヒット打ってる2470本打ってるよね立浪って、確か80本だっけ。なんかその中では確か最小ホームラン数だった気がするんですよ立浪って。9番サード多分それを余裕で超えるんじゃないか、最小ホームラン数で2000本安打って。いや立浪だと思うんだよな最小ホームラン数、いや立浪だと思う、ちょっと調べてみよう。確かね、ちょっとまあもうなんか俺の記憶とかがなんか本当に野球知識の記憶とかがさ、もうめちゃくちゃあるんだけど、どれがどれなんかごちゃになってんのよ今。人物か、あ、本当だ、通算ホームラン171本立浪、通算違うな、通算打数ベスト10に入る選手の数が最小、こう2000本安打の最小記録誰なんだろうな、うわ出したいなこれ、谷繁とかじゃない気がするんだよな、宮本とかなんかな、宮本、いや宮本も言っても打つか、どうだろう、宮本だと俺は踏んでるんだけど、2000本安打最小ホームラン数誰だと思う、最小ホームラン誰でしょう。ああ、なるほど、はあ、いやこれはちょっと出なかったな、荒木だ荒木、中日の荒木、そうだ荒木だよ、宮本が59本、荒木が33本。いやちょっとこれはいいクイズだなこれ意外と出なかったな、これちょっといいクイズだな、いいね、なんかこういうの出してきたね、荒木33本なんだ。まあでもそっか、年間2、3本しか打たないから。で、18年ぐらいか実像で言うと。もうちょいあるか ?20 年か、いや、そっかそっか。うわぁ、出てこないのかな、ね。
そして河村は、そっか、これ操作できないんか、よく考えたら。いやー、あー今のは出したかったな、荒木って。知ってるもんな、荒木のこと。絶対知ってたもんね。でも、2位の宮本出しただけでも偉いよな。な。宮本じゃねえかなーっていう。河村が？あ、まあ、コンちゃんがね、圧倒的ですね。いやー、そっか。いやー、でも宮本はいい線いったはず。多分。それなりに。うん、いい線いったと思う。自分の中でも。さあ、ホーム6連戦。4打数ノーヒット。4打数1安打。なんだかんだいいね。5打数1安打。いい。それでいい。それでお前はそれでいいんだ。お前は2割8分残せればいいんだ。しかしまあそっか。ファンも1万人近くいるわな。まあでもそらそっか。オールスター2年連続出場してて、オールスター2年連続出場、え、ベストナイン取ってるっけ？そんなことやってたらそらファン1万人ぐらいつくわな。てか少ないぐらいだな。ファンが今ちょうど1万人ぐらいの野球選手でいいのかな。ちょうどそのファンが1万人ぐらい。マジで。日本全国でファンが1万人ぐらいいるファン。まあでも結構多いか、1万人つっても。今の野球人気考えたら。1万人ファンってやばいもんね。誰だろうな。ちょっとなんかちょうどいいライン探したいな。決勝タイムリー。1万人ってすごい数だよね。だってね。変な話、その、ユニフォーム、レプリカユニフォームを持ってるかどうかとかで考えてたら、1万売れてるって相当だもんね。誰だろうな、1万1万。でも、マジで一番人気ぐらいなんじゃない？チームで。1万人もファンいたら。森友哉のファンが1万人いるかどうかだな。いんのかな？いるか？でも、レプリカユニフォーム持ってるとかさ、そういうレベルのファンだって言ったらそうか。結構、限られるか。どういう、知ってるとか、好きぐらいいいのかな。知ってる、好き。おっと、ここは、打ちたいけど。ほい。ほい。カモン。カモン。警戒してんな。え？うわぁ、これをもう、パコーンとね、こういう風に。だからもうナンパーとか前にさ、パワープロこうやったら上手くなるよって言ってた人間とは思えないぐらい打てないんだよな。この3、4パート。いやーもうやっぱり目よ、本当に。これはもうこれはもう致し方ない。目だと言いたい。目だし、目しかない。目だと叫びたい。僕の目だと叫びたい。ほいほい。ほいほい。いやー。なんかさ、ちょっとマジ、もうこれちょっと、みんなあるかどうかわかんない話なんだけどさ、俺昨日全く寝れなくてさ、いやー、マジで寝れなくて、なんでかっていうと、もう信じらんないぐらい、体が痛くて、突然、深夜に。で、なんか、なんていう、筋肉痛じゃないや、成長痛の痛みが全身に来るみたいな。うわあ、来た！ああチャンスチャンスチャンス、これはもう全力で打ちたい。いやー、何探そうかな、これ。伸び？ストレートこれ。スラブ V スラフォーク。エアもかけよう。プロ野球人生。ああ、これだ。今の。ここはちょっと。うわあ、これは振っちゃダメなのよ。ストレートに振り遅れない。危なっ。全然見えてなかった、今。次が4球目、投げました。ああ、危ねえ、あぶねえ、今の振っちゃダメだよ。投げた。おぉよしよし、粘ってる。さあ、6球目、投げた。オッケー、ダメか、投げた。よし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 。第8球は。よしよし、これはこれはよし値千金の同点だよしよしよしこれはでかい同点だろう。この同点だはでかいだろ、さすがに。さよならとはいかなかったけど、この同点だは記憶に残るだろう。おさよならいい、いい。チームが結局さよならならいい。
よし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 。うん。1盗塁してるしかも。いや、よかったよかった。今のはよかった。あぶねえ。あぶねえ、今のは。今のは危なかったな。いや、ホームランを狙うっていうのも正直できたけども。お、2位の高橋コーナーに大差をつけてトップ。トップなんだ。トップなんだな、やっぱりな。いや、よかった。同点打が離せただけでもまあいいわ、まだ。本当はさよなら打ちたいけどね。あそこで満塁ホームランでもどうもんならね。完璧だったけど。まあ欲を言っちゃいけない。いや、そうそうそう。んでね、そのもう全く寝れなくて。っていうのがもうあの、尋常じゃないぐらい、その、なんか、尋常じゃないぐらいに、ね、あのね、成長痛が全身にして、2時間ぐらい。もう痛すぎて寝れなくて。あれ、なんなんあれ。たまになるんやけど、あれ。めっちゃくちゃたまにだけど。ほんと、2年に1回ぐらいになるんだけど。さあ、間もなく試合開始となります。さあ、もう痛すぎてね、あれ。あれ、マジ、なんなんだろう、あれ、ほんとに。病気とかなんかな。やだな。めっちゃ痛かったよ、あれ、ほんとに。2時間ね、ずっといて、もう俺腰なのかなと思って、なんか腰をね、ずっと、ちょっと曲げてたんで、昨日、配信の最中。ちょっと変な座り方してたんですよ。L みたいな。L みたいな座り方してて、なんで、それかしらなんて思ってさ、ちょっと今、小ゲロが出たんですけど、もう飲み込みました、今。そうそう、でも、でさ、もう、きっつーと思って、で、結局寝れなくてさ、配信終わってすぐ寝ようとか思って、で、寝てたんです、寝ようとしたんですけど、さあ、来た！来た！ここは打たねば！集中！さよならだ、ここは。ここは集中。ここはさよならを打つ。第3球を投げた。うわあ、これは浅間の守備範囲か。ああ。くあ。リプレイをご覧ください。いやあ、これは。ああ、まあまあまあ、小高が打ったなら。いや、マジでよかった。本当にもう2時間ぐらい寝れなくてさ。マジで痛いんだよな、全身が。で、行って、行って、行ってはって言いながらさ、まあ、ごめんなさい、嘘ですけど、うっせえ、うっせえ、うっせえみたいな言ってないですけど、いや、でも今のサヨナラ嬉しかったな。いや、ちょっとあそこはヒットを打つべきだった、俺が。あそこは俺がヒットを打つべきだった。同点打にちょっとかまきせた部分がある。いや、ほんで、その、行って、つって。で、2時間ぐらい寝なかったの、結局。2時間ぐらいずっと痛み続いて。で、朝、6時ぐらいかな。3時ぐらいに多分配信終わってるんで、6時ぐらいまで寝れなくて。でもなんかもう、どうしようもねえなと思ってさ。でもなんか、あ、さよなら来るか？来そう！ホームラン狙うか、もう思い切って。ここはもうホームラン狙おう。ど真ん中来ねえかな。スライダー。でも合わせれるらしてきたな。はいはい。これ合わせれるな。行くぞ。追い込んでから投げました。あぶだ。引っ張るか。投球これから5球目。嘘。嘘。嘘。ホダカの劇的さよならワンリー。すご。やっぱすごいな。こういうことなんだろうなさ。さよなら打つやつってこういうことなんだろうな、やっぱり。だってか、盗塁めっちゃかましてんだけど、何これ。すっげえ盗塁かましてんだけど、急に。こいつどうしたん、盗塁の意識。10枚もらった。嬉しい。いや、んでも行って、つってさ、どうしたもんかしらんって言いながらさ、いや、ほんでね、とりあえずどうしようもないからさ、なんか寝ようかなと思って、もう、でも人に電話するのもなんか嫌だな、こんな時間だしと思って。で、なんか探してた時に、そういえばなんか、チャットアプリとか入れてみようかなって、なんか適当にチャットアプリ入れてた。聞いたことねえチャットアプリ入れてた。なんか。で、そのチャットアプリ入れて、なんか、女の子と話せないかしらって思ったら、女の子と話せた。嬉しかった。チャットしてた、ずっと。1時間ぐらい。そしたら、やっぱり1時間ぐらいチャットして、で、もうなんか、なんか集中力もだいぶ、それで持ってかれたのか、
それのおかげでね、なんかどうにかこうにか寝れましたよ。寝れましたよという話。寝れましたよというお話。寝れないかなと思ったら、寝れたというお話。トーマスは、心優しい機関車の男。4安打、すごいな。すげえ打ってんな。今日も、不眠不休で働いている。悪さをしないように、普段は宿舎に閉じ込めている。12試合連続出塁。はいはいはい。あ、いやー、もうね、それで、チャットアプリをちょっとやりました。エッチな女の子でした。最高です。やっぱり深夜あの時間に、5時ぐらいに、エッチな女と話すのが一番面白いです。いっちゃ面白い、マジで。エッチな女と話すって。もうエッチな女と話すということ自体がやっぱ楽しいしね、やっぱりね。エッチな女と話すっていいよね。お、奥井が決勝スリーラン、おめでとう。はい。はいはい、おめでとうございます。はい、オーナーが見てます。オーナーがこっちを黙って見てる。オーナーがこっちを黙って見てるぞ。どうする、誰か話しかけるよ。怖いもん、3連勝あったら。そう、オーナーの前で6連勝しちゃうじゃん。ちょっと、フォラグ勝とうよ、ちょっと。うわ。よう考えたら、穂高はオーナーの前で、あれか、さよならスリーラン打ったのか。あ、さよならホームラン、満塁ホームラン打ったのか。これはすごいな。年俸も上がるでしょうに。年俸も上がるでしょう、上がるでしょう。さあ、おっと、来た再び。1.19。抑えのエースみたいなやつか、こいつ。抑えのエース的なやつが来ましたね。155キロ。凄まじいコントロール。これはもうストレートを狙いますか。ホームラン。危な。早いね。目が追いつかん、やっぱり。ちょっと若干追いつかないんだよな、これが。これの反応できるんだけど、これがすって。オッケー、いけいけ、伸びろ伸びろ、しゃーしゃーこれだ、河村はこれだ、これが河村だ、これが河村なんだい、見たか、これが河村だ、俺たちがニコガクだ、見たか、目黒川俺たちがニコガクなんだ、やったー。やっぱシンキングツーシームに綺麗に対応できたな。すごいな。打った瞬間に、河村選手、バッターボックスで、伸びろ伸びろと言いましたけど。いけーと言ってましたけど。プロ野球選手は、器用ないですね。さあ、打った瞬間に、それと分かるあたりではなく、打った瞬間に河村選手、バッターボックスで、何か叫んでるようでしたけども、あれ、なんと叫んでたんでしょうか。はい、もう伸びろ伸びろと。伸びてくれ伸びてくれとずっと言ってました。声の力で、声のこの音の圧力でどうにか伸びないもんかと思って、伸びろ伸びろってずっと言っちゃいましたね。恥ずかしかったです。すっごく恥ずかしかったです。もう神頼みみたいなバッティングでした。いや、非常に恥ずかしいバッティングを披露しました。マジでさよならホームランということで、これが自身通算3本目 ?2 本目?いやー、よかったよかった。オーナーの前で6連勝目は、河村自身が決めた。さよならホームランと。18試合出塁。すごいな。好調だな。4位転落。オーナーの前でこんな勝ってんのにな。さあ、4位転落ですか。いやー、もう声の力で。いけ、伸びろ。行ってくれ。飛んでけ、飛んでけと。飛んでけ飛んでけとめっちゃ言いました。ドゥルルルドゥドゥル。これ BGM 変えれねえかな。パワープロ6にしたいな。パッパッパーパッパッパーパッパッパラパッパーパッパッパーパッ
パッパッパーパッパッパッパーパパ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 パ。わかる人にはわかる、パワープロ6の音でした。パパ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 パフォー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 。ああ、ちょっと焦げろがあれだな、焦げろがめちゃくちゃ喉を焼き切ろうとしてるな。そう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 、いや今日はもう勝ったかな。ありがとうございます。山賊打線。そう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 、今は何月だこれ、8月か。ぜひ行きましょう穂高さん。いや穂高がねいるからね。8月、あもう9月じゃん、シーズン終盤じゃないですか。うわこれはちょっと優勝もできそうだな。優勝したいっすね、どうにかね。はい、うなんか昼飯に牛丼なんか食ってみたらさ、昼飯に牛丼なんか食ってみたらもう大変よ。もうなんかわからんけどめちゃくちゃ腹に来た。多分あんま普段食ってなかったからだろうな、牛丼をな。本当にやっぱいかに自分が世間と隔絶されたように生きてたかってことだよね本当に。さあ首位の座を下ろそう。奥江がやっぱセンター固定されてんな。そんな強いのか奥江は。奥江のセンター固定、奥井をセンターに固定して何なんだ。奥井はそんなに足が速いのか今、もしかすると。奥井は2割6分4厘5本、でもホームラン5本打ってんだな、すごいね。うん、でも奥井そんな強いのかな、見てみるか。ああ、24歳にしては強いですね。ちょっと電話でもしてみるか、試しに。よう、奥井。練習しようぜ。奥井とこんな練習してたっけ、俺。全然記憶にござらん。さあ、あと2連戦やっておりますか、今日はね。ああ、同点だ。そしてサヨナラホームランと、まあまあまあ、ここ2、3日。かまあ集中すれば打てるんだっていうことが分かってきたな。てか目の状態が若干くなってきた本当に。やっぱ今までちょっと目がね本当に見えてなかったんで、片目なんか最本当に一昨日ぐらい、昨日来た、来ました。ここはでも同点だか、 V スラどうしよう、同点だかな。はい、2ストライク、早い、打たねば。オッケー、同点だ。さあ、そしてサヨナラを決めるのは岡田か。オーケーオーケー、大活躍。いや後半戦の原動力は間違いなくこの人でしょう。さあサヨナラ来るぞ、来るぞ、加山か。うわこれだったね、絶対今のだった。いやもうでも巨人したのかな、もう切ってあくそ、高速スライダーだよね、そうだよね。うわー17アンダーしたのに。いやー厳しい戦いでござった。はいはい、厳しいね。いやでもあそこはもうしょうがない、もうちょっとホームランはやっぱホームランの味を覚えちまったからよ。やっぱ人間の味を覚えたクマは人間食い来るぞみたいなさことじゃない、やっぱり。しゃあ、じゃあ最後の戦いに臨みますか、今日最後の戦いに。よしか、行きましょう、行くぞ、絶対に今日もサヨナラを打つ、今日も絶対に今日もホームラン打つんだ俺は、 100% ホームラン打つ、みんな見ててくれ、さよならホームランで決めてやるよこの動画の最後な。さすが神動画投稿者ということをみんなに言わせてやるよ、俺がここでさよならホームランを打って。まあということはね、まあさよならってそんなそうそうないから。よし、じゃあ今回は
この辺で終わりましょうか。うん。寮っていうのはな、怒られた。怒られた。三つ、住むように怒られた。よし、じゃあ今回この辺で終わります。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。